これだけの軍をよく動かしているな、信行。策の振るいがいがあるというのだよ。父上、参ります。城は包囲した。二の丸へ攻めかけよ。開門。 兄上は本気だ。ならば全力をもって当たらねば。 動いた隙をつく。出丸に流れ込むのだ。なるほど、頼たちはおとりか。良い采配だな。思うつもりは。どうも誘われている。全軍注意して進め。 撃ち取ったり。さて、忍びのお仕事はと。敵が入り込むなら二の丸かにゃ。こんな小勢相手に何をもたまたと。 踏み潰してしまえば容易ではないか。どうせ身内相手で手を抜いておるのだ。信行になど任せておれぬ。進め、開門。総攻撃に出てくる。もてなしの用意は十分だ。二の丸に引きずり込む。 むやみに突っ込んでは父上の思惑に。我らは小勢、門を抜かれれば押しつぶされる。さよう心得よ。間もなく父上の策がなる。もう少しの辛抱だ。 よし、心は行くや。真田の策、味わってゆけ。なんだ、どこから鉄砲が。攻め時には突き崩せ。 父は思うに、やられてしまった。しかし、手の内は読めた。これで敵を引き入れても一分集中。個性であるが故の戦、これが真田か。さすがは父上、敵の勢いを利用して戦を導くのは敵の心を読まねばならぬのだ。まだ鉛玉が足らぬと。 さらに打ちかける。二の丸から逃がしてはならぬ。なんてやつだ。なんて恐ろしい。本丸に踏み込まれては我らになすすべはない。 急ぎ敵を除き城を守れ。敵に下がってもらっては困る。出丸の橋を上げよ。
十分だ。それでは手丸にいる味方は二の丸に飛び込むしかない。出番だ。ジフエ、正幸様に策があるのは当然のこと。思い通りにさせるわけには参らぬ。さて、うちに温泉とコール覆すのだ。父上、雪村、勝負開門。確かにわしらを討ち取るのは手っ取り早い。だが出丸への橋を架け、ショウ、あんなところに。信行様、ご命令通り。待たせておけ。二の丸に忍び込み、戦車を止めてまいりました。幸重、現場、よくやった。これで楽に戦えるはずだ。なるほど。今度は自らがおとりか、信行。なかなかやるようになった。二の丸にはわしらがおります。大手門は守り抜きますぞ。出番だ。さて、鉄砲が止まった今、二の丸を抜くのはたやすかろうな。お力くださるか。これは心強い。あ、片付けなし。臨戦にいたします。わしの手で真田を割ることになろうとは。許せ。我が術中である。ここは我らの負けだ。ルーを引くぞ。信行、下がれ。皆は態度の確保をせよ。秀忠様、私はまだ。承知いたしました。兄は下がられたか。だがこれで終わりではないはずだ。英語は戦をせぬようになるって。まったく誰に似たのだ。任務は果たした。
ろしいほどです。目が覚めるようなお働きですな。良い品が入っております。